汗え、口にいらない。でいいこれ、うん、いいよ。こんばんは。じゃーん、餃子です。うん、嬉しい。餃子パーティーです。餃子です。今日は焼いてくれた、買ってきたやつ焼いてくれた。今日はパッちゃん、パッちゃんと一緒です。久々。言ってないんよ私メールで、ある人と一緒です。お久しぶり。じゃあもうある人と、確かサラちゃんかとか、そうぐらいしかいないけど。そうなんですよ。久々の仕事中、頑張って頑張ってください。ねパセ、ご飯いらんよ。うん、食べるよ。 75g だから。何キロカロリー？私の携帯どこ行った？え、ほんま写真撮りますか？これもあ、撮ろうよ。え、スケートのバッタサラちゃんに送ろう。餃子な、あれ携帯どこ？今日6種目リアねんけど、どこあった？餃子肌荒れが治ったんですよ。なんとびっくり。最高やん。化粧水戻したら治った。やっぱあれがダメだったのかな。うん、高いやつが合わなかったみたい。だからそれあげます誰かに。せっかくだけど、これ半分。おお、全然ちゃう。食べちゃいましょう。でもこんだけで80人ってすごいですね。米をくれました。写真撮ろうよ。撮って、なんかいい感じ。撮れない？一緒に撮るの？これと一緒に撮る。え、ツーショット撮ろうよ。撮りましょう。久しぶりのツーショット、マジで。イエーイ。うん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 。はい、これだ。単品はパちゃんが持って、あのパちゃんの背景で撮る。あ、めっちゃ映る。やっぱり LINE とか来たら終わるな。確かに。ちょっと一瞬隠そう。いきます。チーズ。はい、はい、ありがとう。えっちょ、おいしょおいしょ。みんなこんばんは。こんばんは。餃子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 。タレ出す？あ、これです。タレ。じゃーん、今日はリンガーハットの餃子を食べます。そうなんですよ、リンガーハットさん。スーフさん初めて？え、そう、リンガーハットとちゃんぽん。ちゃんぽんある？ちゃんぽん、なんかパパがママが食べとったやつをもらったぐらい。うん、ぐらいと。ポイ袋ください。うん、スーフさんのあれ、ドッパ先輩。え、ラー油入れてへん？うん、入れてない、はい、今日は餃子。やっぱお酢持ってくればよかったかな。また今度。うん、また今度でしょ。うん、こんばんは。こんばんは。買いに行ったの、寒い中、ね、震えながら。そう、今日はソラハさんはありがとうございます。あ、そうだよ、放課後ホームルームありがとうございました。今日はノアピトでした。楽しかった。マイカー、マイカーでね、そうやってました。やってました。こんばんは。長崎で一番美味しいちゃんぽんのお店、リンガーハットくん。すごい、さすがですね、長崎さん。あのね、秘密の県民賞でね、うん、長崎の人にどこのちゃんぽんがおすすめですかって言ったら、みんなリンガーハット。あー、やっぱそうなんやね。リンガーハットってでもなんか結構、うん、ショッピングモールのさ、やつに入っているのに。え、長崎はね、あれよ、もう単品？単品が普通。なんかそこの店やったらニンニクありがあったらしい。あ、そういうことね。そう、今日はありがとう。今日はそう、ありがとうございました。ノアピファンの方とか、ノアピピピピピピピノアピ。いただきます。いただきます。食べる配信私はあまりしない人だから珍しい。あらら、そらはしょっちゅう食べとる。うん、いつも食べとる。なんか、うん、いつも食べてる。今日餃子にすればよかった。じゃあ明日餃子にしてお揃いしよう。うん、お揃いやん。ギフトいっぱいありがとうございます。そう、パフェ作り配信もしたいんですけど、ね、ちょっとね、材料を集めるのちょっと大変。でも今日見つけたくない。あ、いいな、うん、シュークリームとかね。そう、バームクーヘンとか20個あるから10個ずつ。そう、10個ずつ数えれるかな。うん、今日は庭出してます。確かにいろんな角度から、そう、右と左から。
上からが汗で、左の下からはそう、ぴょいただきます。ぴょって何言えてよかったね、うん、こんばんは。うまっ。ソルハさんメイクの雰囲気違う。前髪？うん、前髪かも。ちょっと前髪切ろうと思ったけど、うん、ちょっとめんどくさくなっちゃって、今日は切らずにちょっと流し気味。お姉さん、今日ノアピとやったしさ、うん、ちょっと大人としていった。うん、大人感もね、雰囲気変わったの気づきました。うん、目大きいって言うの。うん、うん、やめてよ。目大きい、目大きくないです、メイクです。え、時差があって面白いって。うん、若干あるのかな、やっぱり。うん、うまっ今日2食目。うん、うん、米粒がついてると思ったら気づいてた。片耳出すの言うの。出してこっちかも。あー、そっか、しかもこっちの顔だからね。確かに、確実にこっちは嫌いなの。こっちの、こっちの顔嫌いなの、うん、こっちの顔無理。こっち無理。今日もずっとこっち。写真撮るとき絶対こっちとこっち、うん、だからいいよね、こうやって撮ったらさ、うん、お互いの。そう、だから美穂と撮るときは二人ともあっち向いて撮った確かに、うん、あの公園の、うん、アフタートークとかも二人ともこっちがいいから、二人ともこっち。喧嘩やん、そんな。猫メイク。うん、うまい。うん、うまい。ありがとうございます。どういうタレはこのリングハットのついてきたタレにしました、うん、本当は私はあの胡椒とお酢のやつ好きだけど、うんうん、ソルハさんちお酢ないんだって。ちょ、お酢ない。だから今日はノーマルでいただいてます。みんなは何食べとるんやろ。確かに、みんなのご飯教えて。Please? なんか一緒食べてるあれにしようよ。一緒食べてる風に食べましょう。うん、うん、うん、すごい、絶対すごい。うん、いや食べたい。半分こしよう。水餃子美味しい。この前食べてもやっぱ美味しかった。プルプルしてて、鍋、うん、鍋したことあるよな、ここで。うん、え、ない、しました。いやね、違う女とのあれを。あ、じゃあ焦った、誰か違う人やったっけと思ってめっちゃあるよよね、あるよね、うん、焦った。まだそんな、うん、食べるけど仲いいけど、うんうん、そんな今ほどではない時、うんうん、正月とかなんか配信もしました、ね、なんかね、一緒にスーパー行って、うん、材料買って鍋した、うん、でもめっちゃ質素な、なんか、うん、ね、なんか全然えのきと、うん、白菜マロニーくらい、うん、全然どれやった。薬膳スープだって、おしゃれ。マジ親子丼とキットカット、キットカット親子丼いいの。お好み焼き弁当、麻婆豆腐やって。ねえねえ、半分こしょ、それさ、あれでしょ、佐藤アミナさんのさ、なんかあるの、
CM 美容師のなんか、うん、なんだなんかありました。うち何個食べたか忘れたけどいいよ。4つみんなそら何個食べた。きしめんって何。ぺちゃんこのうどんみたいな。ああ、あぺったんこ、うん、多分5個目ぐらい。いいよいいよ、ね、そんなきっちりせんかった。私はもうアイス食べたし、うん、あぐずり食べた、うん、やば、うん、やっぱマジでうま。大丈夫？うん。うん、でハム。今帰ってきたんですよ。うん、アイス食べた。うん。食べとった。寒くなっちゃった。冷たい。さすが。うん、まもうご飯なくなった。早い。私のおかしいな、うん、ペース配分間違ってるよ。餃子まだこんなにあります。うん、これ二人でやからな、うん、私だけが食べるんちゃうで。ちゃうでちゃうで。たぬきそばポータマ、ポータマ、ポータマ食べたことありますか。うん、ねそれ、うんソラさんあっちこっちに出没する。サラちゃんとか、うん、でもサラピーぐらいよ。そんなあっちこっち出没してない。うわ、カレーいいね。サバ、うん、サバの味噌煮食べたい。あげようか。え、違う、あれ言うじゃなくて、ね、定食の缶詰じゃなくて定食食べたいですね、うん、あそこ丸見食堂あげたい。うん、前回チキン南蛮食べたから。うん、なんでフードかぶったの。うん、ジャックボサボサ、うん、うわ、うわ、キムチ鍋からの締めのラーメンやって最高。おすそ分けよろしくお願いします。うん、いる、めっちゃ見るよ。なんで、何見てる、これ、うん、これ、うん、でもこれ君の箸じゃないから、うん、何ほんまになんなのやだ、うん、おすすめ6つ編。私、お、わしも餃子仲間や。うん、自分だけ可愛く見せようとしてますよ違うよ違います、ボサボサなの、ほらアホ毛があったから。うん、ま、恥ずかしかったからボサボサ。うん、おもろい。自分だけが若見てよ。ソロハさんの落語の写真を今部屋に飾ってるよ。え、やだ、めっちゃやだ、恥ずかしいからやだ。パちゃんの泣かせた時の裏話聞きたい。泣かせた時ってどうだったっけ。最新なのかな。最新泣いた時、でも最近は、最近サラが泣いたよね。ね、待って、マヒナさんからのリポもある。最近のおすすめドラマ教えてくださいって言ったら万引き G メンって言われたんだけど。おもろい。いつも泣かせてる、そうだよ。え、でもこの前泣かされたよね、サラハが。え、違う。泣きました？違うっけ。でも泣いたよ、泣いて次の日めっちゃ頭痛かったもん。何？泣いてた泣いてたくない。泣いてました。空が泣いたのよ、珍しい。でも私は別に意地悪したわけでもないんですよ、ね、え、なんで泣いた、なんで泣いたっけ。でも泣いたんよ。でめっちゃ頭痛くて、うん、え、なんかめっちゃ頭痛くてうち病気やと思ったよ、うん、でもいやちょっと待ってよと思って、うん、昨日の夜めちゃくちゃ泣いたわと思って、うん、あー、空葉さんが、ね、やめると思って泣いたやつだって。あー、あれね、深夜の、うんうんうん、言いたいことがあるみたい、めっちゃじらしたやつね、うん。ちょっと今からお休みメールを書くので、うん、少々すいません。
うん、そうなんよ、みちさんの生誕ね。うん、出れるの初めてだと思う。マジで嬉しすぎる。去年は？去年見に行った。うん、見に行かんかった。あ、そっか。そっかそっか。あやパンがおったんよ。うん。あやパン、そう、あやパンがおった。うん。気がする。人の家行くの趣味？いや、全然。ソルハさんち、うん、ここ私の家です。もう21時だって。もう寝る時間だ。うん、寝る時間やわ。ソルハおやすみ。お母さんお休みメールかけません。そう、配信してるから。ソラは2台持ちなの。しゃっくり、おかえりなさい。お仕事お疲れ様です。今日は10時過ぎまでやるよ。のんびりと。微妙な顔すぎる。うん、わらかさん乗って。ごめん、ちゃんとして。何個食べたか分かる？うん、分からへんよな。うん、ギフトありがとう。みんなリラックマちゃんギフトありがとう。あと11個そら多分ね、めっちゃ食べてる。うん、うん、うん、私も食べてる。誰か数えてませんか、私が口に運んだ数。同じぐらいじゃないですか。ほんと？うん、あとゴーゴー食べてる。確かに、あと1個お腹空いてる方が食べてる。あっちゃんが食べてる。それは絶対食べた。私も多分ね、10個ぐらい食べた。こんばんは。こんばんは。あ、みんな明日の恋ラジ聞いてください。そうですよ、皆さん恋ラジ、ソラハさんのファンの方絶対恋ラジ聞いてください。聞いてください。ソラハさんのファンの方もみんな、みんなのファンの方、みんな、うん、パンのファンの方もまあ聞いてください。うん、でパンのファンの方は聞、そのソラハさんのファンの方とかは絶対聞いてほしい。うん、まあ、パンのファンの方も時間がある方はぜひ明日の17時から、17時5分ね、17時5分から聞いてください。聞いてください。恋ラジ絶対聞いた方がいい。そう、あのみちさんのね、代役として、代役家として出演させていただくんです。みほのファンの方も聞いてください。みんなのファンの方、聞いて。パセは、パセのファンの方は、まあ、時間がある方は聞いてください。うん、ソルハさんのファンの方は絶対聞いてください。うん、聞いてくださいって感じです。ギフトありがとう。メールにも書こう。うん、絶対に聞いて。絶対だよ。は絶対だよ。こんばんは。わし飲んで聞くってみんみん。うん、にんにん。あ、そうだよ、あさって大相撲見てね。みんな見てね。楽しかった。両国国技館、うん、すごい、めっちゃ大きかった。すごかった。こんばんは。お、録画してくれた、ありがとう。ソルハさんのファンの方は 100% 聞いて。 100% 絶対に聞いて。でもパセも聞きたい。聞いて。うん、え、うん、生で来るスタジオに。うん、明日誰ですか、マネージャーさん。まだ来てへん。あ、そう、明後日お話し会楽しみ。うん、聞いてありがとう。そう、もぐもぐなの。うん、珍しいでしょ。
マジ珍しいね。うん、パちゃんの中途半端写真消すね。お願いします。ギフトありがとうございます。餃子に夢中すぎて申し訳なす。ナスナスあとこんだけのちょっと食べよう食べよう食べて。メロクタイよ。えらいねえらいね。全工程最高だね。あれ何食べるの。そう、私もぐもぐあんま しないというかしたくない派なんだけど、でもなんでかって言ったら食べてる間無言になるのが嫌だからなんですよ。だから人とメンバーとかと食べたら片方が喋っときゃいいかなって。あさっては何しか言うよろ、うん、ありがとう。先にタレをかけておくと餃子同士くっつかないって。そうなの。染み込まない、うん、餃子美味しそう。え、そうなの、美味しいの。でもパクチー餃子を作って食べてます。パクチー食べれるの。おお、愛知と一緒に私がこれ食べる。ラソン走った、すごい。うん、わかりました。こっちこれ全部触ったもん私が最悪。数えてね。はい、うまいです。サイン会よろしく。よろしく。サイン今から書くから、うん、この後書くから。今日もらって前回私押したから。もうこの前はめちゃ、うん、あのスタッフさんに、うん、見張られながらもう焦りながら。チェキ会もそうなんですけど、うん、本当に自分の周りにスタッフさんが集まってきて、うんうん、ごめんなさいごめんなさいって気持ちで書いたから、ちゃんと、うん、ちゃんと気持ちを込めて頑張らないと。熊本城マラソンすごいね。 42.7 キロ。お、申し込んでくれてありがとう。手続きはあさっての木曜日10までです。そうなの。なんか今回サイン会がサイン会だけじゃないからね。そう、時間配分が難しくて、難しいよね、押しちゃったらその後のお話し会とかに影響しちゃう。そうなの。いろんなメンバーしてる、うん、早い食べる、うん、美味しいですか。うまい。こんばんは。お、リバーオーク下見したよ。だって北九州マラソンだって。いいな、私もリバーオーク行きたかった行きたかったね、一緒に。だって去年一緒に行ったもん。楽しかったですね。うん、船降り初披露して、初披露してドキドキしましたね。あの景色忘れないと思う私。うん、骨折り大好きよ。6人でやったのそれだけだもんね。うん、かわいい、ありがとうございます。ソラハさん、スーパータイムがある。チャラララララトトトトトントントン。うまっ。眠たくなってきた。眠たくなったの。うん、うん、美味しいか。今回はどんな瀬戸りですか。昨日私見に行ったんですよ、リバーオークのレッスン出ないのに、うん、見ててずっと後ろから、すごい珍しいメンバー構成だなと思って。私何だったっけな。ほまたんさんと私がいなくなって、なっちゃんとリコちゃんが加わりました、うんうん、山口出身組が。うん、リクを入れたよって。ありがとうございます。嬉しい嬉しいな。入ったらいいの。うん、難しいかもしれない。でも折り面全員ではもう一生披露できないから。それはそう、うん、ラストいただきます。うん、うーん、ソラファ
スラファです、ね、山口と北九隣だから行きましたもんね。うん、行ったよ。下関行って北九州で遊んでご飯食べて帰る、うん、北九州の小倉の駅のなんかねビルの中のさ、うん、え、うん、レストラン最上階みたいなところ行った。で景色見ながらご飯食べた。何食べましたっけ。私はサンドイッチみたいな、うん、チキンドリア、ドリアなんかハンバーグ、チキン半分こした、うん、ハンバーグドリアみたいな。一緒にね去年はいっぱい出かけたんですよ、うん、今年まで一回もね遠出してない、うん、しようって言ってるよね。それどこに行ったらいいか分かんなくてこの前ツイッターで募集したけど、うん、決めれなかった。なんかありますか、ね、愛媛なんかテレビの CM でなんか愛媛の旅行したら、ね、20% 物引き、うん、みたいなやつあったけど何がいいんだかね。温めてくるかこれ冷たくない、うん、大丈夫ですよ。なんで冷たいよこれ。温めたらしなしななっちゃう。焼くってこと？あ、しなしなしちゃうよ。ちょっとだけ炒めればいい。うわ、なんかしゃった。優しい。どこ行こう。今月とかなら行けそうな日全然あるんですよね。来月はまだ予定、なんかさ6周年があるからレッスンの予定とかが多分入るから今月行けたらいいなと思ってるけど、なんとあと1週間で終わる。やば。今日から下旬ですよ。でもあ、そっか20だもんね、うん、21だよ。あ、そっか21、うん、こんばんは。ご飯終わった。なんかアミプラザの向かい側のビールで食べた、うん、私のブログに書いてるわ。めっちゃ遡ればファミレスみたいな感じなのに、うん、めっちゃ綺麗な景色が見える。そう、全然お手頃価格やったよ、うん。ギフトありがとうございます皆さん。STU48 シナのソラハです。可愛いです。可愛いキャラです、うん、こんばんは、うん、お仕事お疲れ様です。逆転したんじゃないですか話が。あ、そういうことか、うん、ありがとうございます。そうそうなんですよね。焼きカレー有名ですよね。船ね、乗りたいね、下関船最高。でもあっち方面ばっか行ってる気がするんですよね、うん、右、右、東行きたい。ユニバ行ったけどな、うん、どこ行こうかな。お、愛媛行くなんて。愛媛行きたい、ね、って言ってたよな。うん、何がおすすめなの。落語は声出し OK だったから久しぶりの声出しが工藤理子ですになってしまった。なんで工藤理子ですって言うの。工藤理子ですがコール&レスポンドなの。みんな工藤理子ではないよ。え、なんかいますよ、誰だっけ。え、誰かさ、うん、なんとかですみたいな、誰だっけ、誰かメンバーいます。え、どういうこと。え、誰だっけ。え、違うじゃんみたいな。こんばんは。もうお腹いっぱいで眠たいです。お眠です。鳥取行ったことない。鳥取ある。パセリのコール&レスポンス言ってね。髪の毛が、え、入ってへんね。ごめんなさい。宇和島風と松山風違うの。違うんですか。ぼっちゃん団子ついてへん。大丈夫、うん、ついてへん。あるよね、そういう
あるよね、ネタ芸人さんの。トマト、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 リンゴ、パセリ、リンゴ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ、リンゴ、ゴリラみたいなメンバーさんの。サラハさんとラジオをしているメンバーさんが TikTok でめちゃめちゃバズってて、そうバズってて、でもちょうどその前に生で見たんよ、うん、だからは見たことあるやつやと思って、うん、いつも毎週あい夜からさ、うん、なんかバグった、うん、バゲーよって思って、次会った時にさ、うん、なんかあ芸人さんやってなった。今まではなんかパパみたいな、うん、感じやったけど、はーってなった、うん。絵文字で見たらおもろいな、うんうん、リンゴゴリラパパセブロッコリーブロッコリーだけどないからな、パセリちょっと作ってよ、無理、うん、パセリは作らへん、うん、うん、うん、京都、ああ行きたい、あれらしいよ、パンちゃん、うん、うん、私そうなんだ、ないやろ、うん、一緒だったらいいですね、うん、だね、こんばんは、明日の声ラジオはヒッピーさんやからドキドキ頑張って、瀬戸連れでね 2,3 回、うん、何回かやったことある、感謝祭とかでもね、うん、え感謝祭今年ないんですか、えやりたい、声ラジ感謝祭ないのかな、どうなんだろうね、いつやってました、3月、あー確かに難しいな、6周年コンサートの、うん、あれか、でも会場同じ、うん、ホロありがとうございます、 STU48 の、うん、シナのソラハと尾崎セリカちゃんです、うん、この子は毎日アイスを食べます、ちなみに今日、うん、もう私は生で2個食べてるのを見ました、うん、ひどい時は4つ食べてました、あ、3つです、あの私の目の前で、うん、この前私がお高いアイスを、うん、あのバレンタインデーであげたのに、うん、それを夜中よ3つ一気にバクバク食べてました、食べてって言ってた、ハーゲンさんってやつです、うん、ハーゲンでもおととい0個、最近少なくなったんですよ、えらいね、最近1個とかでも満足する、うん、量より質を大事にしてんの、うん、でも去年とかマジで、ね、うん、もう10したもん、うん、偉いね、私は、うん、です収録があってその時にやったから、うん、あのメことがあったから、うん、見てほしいだってない、え、そらはみんなに勝てるものありますかって言った時、うん、声の大きさでそうやって言う、絶対に声の第一だと思いますって、その紹介の仕方よ、仕事行ってくる、頑張って、夜勤か、頑張って、頑張って、頑張れ、頑張れ、声が困り眉毛そんなんちゃうやん、そんなん違う、ラーメンとか剣道しますか、ああ、確かに剣道はお仕事いただいてるから、部屋が綺麗、毎とか綺麗くはなくない、綺麗ですよ、うん、なんか物が落ちてへんぐらい、物は多い、めっちゃに見える、うん、めっちゃチェキに見られてる、怖い、で私があげたチェキが見てる、そう2枚もある、そう、美穂も見てるわ、で配信終わったら取り掛かる場合にもエール、君ならできるよ、頑張れ、頑張ってる、でもお仕事がね来るんだよ、頑張ってない人にあげようか、うん、ねえ、なんで食べさせなの、ごめん、冷
てるよ。ごめん。確かにリコちゃんも大きいよ。ほら他にも大きい人いるんです。リネちゃん。リネとか。リネちゃん。リネとか。いやそれはでかいよ。相当でかいけど剣道で。こんばんは。皆さん。おいでわたおつか。頑張ってください。大変やん。ね。朝起きて仕事行ったりとかしてるのすごくないですか、うん、電車とか乗ってさバスとか乗って、うん、うちら絶対に車運転したりして無理だよ私。食べたりだよ、うん、ちゃんと最近は、ね、うん今日はね食べろーって言ってる。キャベツ4分のにもらったやつがあったから食べなきゃと思って、うんうん、ミニトマトとサバの、うんトルハさんにあげた生チョコの大福の半分食べた。これ2食目。人参とアサリ、人参とジャガイモとアサリをあげた。こんなちっちゃいやつ、なんかスープの中に入ってたやつをあげました、うん。学生時代授業をサボってばかりな自分でも社会人になれば不思議と規則正しい生活になってしまう。すごい、適応能力がすごいね、それな、うん、サボったことはないけど、まあうん、社会人の時はちゃんと起きて、うん、運転して、うん、あのバック中しなくていいように、うん、あの止める。無理、なんか怖いわ。よく言われる、うん、いつか乗せますね。卒業してさなるかずっと一人だけ禁止だから、うん、なんでなんでいいんだろうね。あれ許可取りしてんのかな、うん、みんな。なんでしょうね。私ちゃんと守ってる、うん、広島県民はいいよみたいなから、うん、みんな大々的に撮りましたって言ってるもんね、うん、食べ終わんない。遅いよ。ごめん。でも私運転苦手なんだよね。だから別にいいです。え、怖い。しかも車妹が乗ってるからな。あ、そっか、うん、確かに。いつかパシェの実家来て妹に会ってください。うん、妹と仲良くなる作戦、うん、名前教えてあげるね、後で。超絶かわいいって言ったのかな。一発目に嫌われた。嫌われたくない。え、嘘やん、うん、なんで。いや、それアイドルっぽいって言われないから、うん、一発目で好きになってもらえた、うん、なんかテンションがおもろいって言われて初めて会った日にめちゃくちゃ面白くて。おいしい、うん、うん、おいしいダンス。パのね妹の方が上です。うん、2歳上だっけ。2001年生まれ。あ、じゃあ22今年。うん、パの妹、ソラのお兄ちゃん、ソラハだ、うん、意味わからん。パセーン、パセーン、パセの妹、ソラのお兄ちゃん、ソラさんで妹、ソラの妹。そう、エンブロック STU にいっぱい妹がいて嬉しいです。確かに、ね、みんなお姉ちゃんお姉ちゃんって言って、お兄ちゃんお兄ちゃん言われたことない。言ったことないかも、うん。パの妹はなの。ソラハさんは大学行きたいと思ったことある？うん、お勉強できる人？
生から国語苦手です、うん、国語苦手、しかも中学生からアイドルになってからちゃんと勉強してないから本当にやばいの。そっか、できなかった。全てね、青春を、うん、でも私もそうで、うん、ずっとオーディション受けてた。もう剣道やったから、もう剣道やっとっても勉強できんかったから、うん、一日中稽古だった、うん、ね、うん、私の先生なんで怒られんのと思ったもん。だから 1週間に1回は休みを取りましょうみたいな。私もできました。でもいつもなかった。私もなかった。365日あった。その学校はやばい。練習が始まる前に集まって校庭10周とかして、で練習して終わってまた走るみたいな、うん、ガチな、やばいね。え、そう、しかも上下関係もめっちゃ厳しかったでしょ。え、そう、うちらはなんか小学校の時から、うん、一緒、なんか他の道場とかで、うん、なんか交流があった人たちとかだったから、うん、関係とかなかった、うん、だから掴めてない。私立強豪校じゃないのにめっちゃ、すごいね、うん、学校時代が厳しかったし、学校も前髪もう全部もうこう七三分け、うん、もう全部ピッピンピッ、この触覚ダメピッみたいな、すごい、うん、大変やな。置き弁のチェック係があった、うん、大変。一人でも置き弁したらね、みんなで次の日の放課後にね、え、最悪、こうやってスクワジャンプスクワット、1え、すごい学校やね、うん、時代が違うんじゃん、ここで、うん、そうかも、うん、6年めっちゃ厳しかった。バレンタインももちろん禁止。え、ソロハね、うん、一回事件があって、それ禁止やんか、うん、で私なんかあのバレンタインの次の日にもう問題になって、うん、もう 全校に、うん、あのアンケートが配られたんよ。うん、はい、いいえ、で渡すとこを見ましたか、うん、はい、いいえ、うん、で渡されましたか、はい、いいえっていうのがあって、うん、ソラハは怒られたくもないから、うん、あの帰った後にみんなに渡してとかしちゃって、うん、だから見てあの渡してない、うん、で私もらったら、うん、罪同じやからもらってもない、でも見てる、うん、見たから、うん、だからそれをもう書いて、はいって、うん、だから呼び出されて、うん、でもみんな呼び出されんねん、うん、なんかはいって書いたりとか、うん、で教室に呼び出されてうん、なんか事情聴取みたいなされるんだけど、私は、うん、そう見たにはい書いたのに、うん、なんで渡したんですかって言われて、いやそこにはいって書いてませんって言って、うん、でちゃんともう一回見てくださいって言って、うん、ならそのあのちゃんとソラハは、うん、見ましたの方に書いと、うん、はい書いとったから、うん、あごめんなさいってめちゃくちゃ先生、うん、悪いと思って、なんで渡したんですかって言われて、え私いやそこいいえって書いたと思うんですけどって、えらいね、だって怖かったもん、うん、でもであのじゃあ誰ですかって言われて、うん、あその子はいろんな方が今日から聞いてますって言われてはいって言って終わった。だからみんな部活が、あの遅れて行ってたえ違うよ、もう尋常じゃなかったんよ。ダメなんですかね。そううちの学校も意外と厳しかった。超厳しい。なんか今時のさ JK ってスマホ持ってるけど、私の学校とかスマホも禁止だから、うん、なんか相当なことがない。ソラは中学校の時、うん、そのアイドルのやっとったから、うん、で先生に言ってもしかしたら何かあるかもしれないのでって言ってやってたけど、うん、いや本当にもらってないですよ私。あのカバンチェックとかされるかもと思って怖くてもらってない、うんうん、これガチめにね。うん、ありがとうございます。うまかった、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございましたでしょ。食べてこれもったいないよ。いつか使おう。
かに使えますよ。なんか食べるときないんですか？うん。いる？私は部活してたから部活の日に土日とかにもらったりとか、あの友チョコ。バスケ部のさ人さ多いからさ、友チョコ作るのめんどくて、うん、溶かして入れて固めて上になんかカラフルなやつ入れるやつ。ああキラキラつけるやつね、あったよね。うん、あれです。こんばんは。え全然満腹でもあるけど全然食べれるかなって感じです。お水もらいます。どっどん。いただきます。意味わからへんことしてみた。あーなるほどね。うーん、こんばんは。デザートない。たっちゃんにご飯食べさせてくれてありがとうって。いやいや全然、ご飯も配信前にな、うん、チンしてさ、はいって2個渡したら口言われた。白米だって昨日食べたもん。白米毎日1個は食べないと。1個1食、うん、食べないと。デザートあるで、そら。何？ここチョコもあるし。違うよ、そう。違う、もう一個あるでしょ。買ったやん、そら。何？あ、これ？あ、そう。これも買った。でも最近ね、買うだけで食べるのよね。私があげたチョコ？あるよ。あれ美味しい。コナンくんのチョコ。チータラ。そう。チータラ好きなの。いつもなんか高いこれ。ショールうん、ごめん下げるね。だっておお。あ、うん、ああ、げるね。リップ塗りたいけど餃子だから絶対新品なんですよ、リップだからさ、ライブでつけるたびに餃子の味になっちゃう。いいじゃん、もう。え、スラハン塗ってどっか。今日初めて使った。あ、言うとありがとう。リラックマとかがさ、うん、なんかフォワフォワしてて可愛いよね。はあはあ、餃子リップは嫌すぎ。え、チャプチェ持ってくればよかった、お家から。もうお腹いっぱいだよ。そうさ、こんにゃくが凍っちゃう。うん、あと、うん、揚げ鶏食べた。スルハさん餃子配信の直前に揚げ鶏食べた。それはもう我慢できんかったんよ。じゃあ皆さんのコメントを読んでいこう。コメントとか面白いとか目に留まる、うん、なんか答えやすいやつ。分かった、うん、揚げ鶏食べた。イエーイ。何チョコチップケーキって、ね、でも絶対美味しいやん、うん、知らんけど。そうなん？めっちゃ細かく押さえてくる。国産の小麦。ワンワン、濃い抹茶ミルクサンドアイス。あー、あるね。ほえー、食べたことない。抹茶揚げ鶏は唐揚げじゃないんですよ。唐揚げの長細いバージョンみたいな。よね、パン粉のよね、やっぱり。あれ、生チキみたいな。パリ、なんかスパイシーじゃないよ、みたいな。うん。アップルパイ作ったんだけど、スラハちゃん好き？あんなん好きやろ。女子力高だって可愛いもん、マジで。アバターを顔写真にしてくれませんか？アバターじゃない、アバター、アバターだ。アバター、え、アバター、アバ、え、アバターや。アバター、アバター、アバター顔写真にしてくれませんか？ダントツ1位やで、ソラハのこの回。本当に今日初めましてしたけど。公演は見てきて、うん、見てみた。七チキも揚げ鶏も小さくなった。じゃあそれ小さくなってからしか食べてへんかもしれん。うーん、2人に
女性の観点から聞きたい。ホワイトデー何もらったら嬉しい。アイス？あんたや。それ個人、もう女性っていうかもうパセリ。うん。尾崎セリカ。ソラは何やろな。何？なんか欲しい。みちさんから何が欲しいの？みちさんから？うん。何やろな、うん、手作りでもそれは違うよな、うん、違う、男性と違う。だご飯とか連れて行ってもらえるのだ嬉しいんちゃうか。なんかお菓子とかもいいけどさ、知らんけど。あ、チータラじゃないのって違う、ホワイトデーに違う、そこは真剣に答える何やろな。でもなんかそんな高級なチョコレートすぎても困る。うん、私安いチョコいっぱいとかがいい、高級とかより。なんかちょうどいいやつがいい。なんか安すぎてもそれはちょっと大人としてさ、あんまよろしくないんじゃない。あ、そっか、皆さん、あ、そっか、そうだね。あげるんですか、もらったの。会社とか、うん、じゃない、職場とか、うん、それとも本命。難しいですよね、なんかその相手によって買い投げだから、うん、相手によって書いてる。もうくれたお返し。アイスだから。お返しじゃないよ。違うの、あげようと思ってたもん。うん、私はいっぱいあげたの。なんかバレンタインと落語お疲れ様と、うん、やばいぐらい長崎のお土産とあげたから。マジでめっちゃあのパックの箱置いてるもん。あ、そう、え、使ってますか。あ、そこに使ってる。ちゃんともう4日目、5日目ぐらい。これね、私がね、パック私あんまりしないから、このでっかいやつを。え、それ買ったん。え、これはずっとあげようと思って。え、だからどういうこと？買ってた？うん、使ってなかった。うん、使ってなかった。買ったけどってこと？いや、あれの時にもらったけど。あ、なんかもらったんだ、うん、けど使ってなかった。あげようと思ってた、ずっと。私パックめっちゃする前から。メルティーキッス。あ、メルティーキッスはもうマイケルさんのイメージしかない。メルティーキス、ちょうど良さそうなやつだって。ガチで返すといろいろあれだから。うん、いろいろ、うんうん、スーパーとかに売ってる1000円のやつ。あの、そごうとかそういうさ、デパートの地下とかで売ってるようなのとか。でも難しいですよね、人の好みってあるからさ。私あんまりあのソフトクッキーと か, なんか、ね、生地とかはあんまり食べないけど、うん、え、うち逆だわ。そう、逆だけどさ、異性からもらったらやっぱ違うんじゃない。うん、確かに。か異性からだったらさ、そう、本当の方かもしれんや。うん、こうメンバー内だったらさ、うん、こうなんてメンバー内でも本当かもしれないじゃん。いや、本当だけど、なんて言うんだろうね、ガチで本気でもうメンバー同士でもお願いします、本当にもう本当に好きなんですって思って渡したかもしれないじゃないですか。もしそうかもしれない、うん、ごめんなさい、その方がいらっしゃったら、うん、はい、いいですよそうだったのか、うん、もらう近くにいたごめんなさい。ミスドのアイスなかったのね。学生の頃作って配ってました。すごい、すごい、何でも作れるんだ。マカロンがいいんじゃない、女性ってマカロン好きじゃない。そう、いい、わかんないけどもらってさ、倍やん、倍かわからんけど確かにクッキーとかだったらゴディバとかはあんまりびっくりするんちゃうかな、知らんけど。もう何でも知らんけどっていうとこ、うん、わからん。ソラハは一時じゃないとダメ。うん、マジで一時じゃないとダメ本当にダメ、うん、怒るすぐ本当に怒る、うん、ファンの人に今日も怒ってたもん。ナーピーにお世話しようかなとか言われて、はぁーって何言ってん。違うよ、そうやって言ってくる人はせんのよ。言わん人がするんですよ、そういうの。しれっと、やだな、私本当に結構無理ですよ。うん、眠りだよね、うち、うん、結構ソラハさんって束縛え、束縛はせん、束縛はせん、え、束縛はせん、うん、束縛はしたくないけど、束縛したくないから言わないけど、心の中でめっちゃ思うタイプですよって言ってるんだけど、多分みんなね、ソラハも言ってんの、それショールームで、うん、多分みんなね、本気にしてない。え、ガチで重いですよ、ソラハさんって結構みんなが他のメンバーパセの配信とか来てんの、もう結構怒ってるよ。うん、怒ってるよ。
いいんだけどね、まあ、仲良くしてもらってるから、パセのファンの方も来てくださったりとかたまにするからね、うん、あれは全然いい。スタバにマカロンあったの？そうなん？パセリより多分重いです私、うん、で重いよね、うん、重いでしょ。ほんまに重い？いや私は重いと思わないんですけど、私がなんか重いキャラっていうか重い人とみんな思ってるじゃないですか、ファンの人、うんうん、サラハさんはもっと重いと思う、言わないだけで。私はショールームとかで言うから、うん、あれだけど私マジで言わないの、うん、だから一人で爆発するの、うん、なんかこの前もだし、うん、ちょっと前もだしやば、本当に本当にやばい。お、餃子定食さんと対戦したって、私のお父さん。パパ、パパとソラも何回かしたことある。うん、豆吉と当たったよって、うん、誰だよ豆吉って。早くパパに挨拶しないと。うん、会ってください。豆吉、豆吉じゃない、うん、パパ、うん、餃子定食さんっぽい人と会ったよ2期生のライブの時。あー、え、でも絶対違うと。パパの顔そっくりですよ、マジで同じ顔してる。遠目からでやったり、なんかね、なんか最後の方までずっと見てたの、うん、私は、あ、美穂ママがいるとかって思って見よったよ、うんうん、で、あ、めっちゃ目合うと思って、うん、で、最後の方も奥さんと旦那さんで、うん、あ、お母さんとお父さんなんか、で、うんってずっと見よって。でも、うん、知らんからさ、うん、手振るとかにもあれやからあれやったけど、うん、で、多分パパとママの気がする、知らんけど。そう、私のお父さん普段メガネかけてないけど、ライブの日かけてきたんですよ、うん、で、お見送り普通に来て、うん、メンバーが、え、チャラーってなんか色付きのメガネ着てそれは辛いね。私25年間で初めて見るお父さんの姿を見送りで見たえ、誰みたいな、マジで本当に一回見たことない姿で来たから気まずかった、うん、楽屋でも、うん、え、あれ誰のお父さんとお母さんみたいな、めっちゃこそこそいろんなとこで聞こえてきて、あれパセなんだよねみたいな。え、いや、チャラくないんですよお父さん。お父さんはちょっとメタボメタボ、私をメタボにした顔して、うん、うん、面白い私のお父さんはね、うん、アヤパオシパンチやん、あとフーさん、うん、ふわふわっとしてる女の子が好きだから、お腹いっぱいで頭が回らなくそうだよ、私ほんまに重いからね、ラーメン取っちゃ困る、束縛はしない何、普段より美人になるということ、渡してる時のソラさんって美人なんですか？え、なんかさ、言われる、リコチに言われるよく、美人っていうか女出てますよって、うん、私言われるよソラさんという時のパーセンめっちゃ言われたもん、その落語中にね、うん、落語って、うん、あの時に、うん、とミツさんとかに買うんでって言ったら、うん、え、誰に買うんですかって言われたから、あ、でもミツさんと、ミホと、ミホとアズミンかなってって言っとったら、うん、え、パシはみたいなの言われたから、うん、パシはにはあげないんですねってガチの本命にはみたいな言われていやアイスクだ、違うよ、そんなことないよ、めっちゃリコチに言われる。そう、リコチはめっちゃ言ってくる、頻繁的に言われるよね、うん、お互いにマジもう会うたびに言われるなんかこの前はなんかさ、カップルって本当にこうなんですかみたいなことを私たちに聞いて、なんかやっぱそうなんですか、付き合ってるとそう思うんですかみたいな、なんかそういう、あ、なんか言ってたね、そう、いや別に私たちそういうあれじゃないから、うん、知りませんけど、知りませんよってなって。そう、私のお父さんアイドル志望なの、だからもし、え、待って冷静にちょっと待って、一回頭の中で考えたわ。私のお父さんね、ファンが欲しいって言ってる。おもろ、うん、よろしくお願いします。アットマーク餃子定食推しって書いてるかもしれない、
そうなんだよね、食生活がねアイドルに向いてないんだよね。バセ押しになります。その定型文をした人はみんな押してください。ソラハ押しにもなって。定型文何？ソラハさん、ソラハラーメンの絵文字。ラーメンの絵文字だよ。今日ラーメン行くか迷ったけどやめた、餃子にした。みんなとご飯食べようってなって、うん、餃子にしました。私のお父さんが配信してたらやだな。ちょっと面白いな、私めっちゃ星投げるわ、うん、ガチアバターで。STU ファミ確か姉級ファン多い。うん、姉級。でもソラハさんの妹ファンは、でもそんな頻繁に出んからな、うち、うん、妹は。もう口が餃子で、餃子臭や。餃子、あ、餃子の絵文字、ラーメンの絵文字もありがとう。そう、今日火曜日だから天下いっぱいじゃないの。そうだよ。じっとしてるって誰？この方、あの方に。じっとしなくて大丈夫ですよ。大丈夫だよ、うん、ソラハさん あのファンの方のこと思ってる気持ち相当強いので、皆さんはパセに嫉妬しなくて大丈夫。どういうこと、どういうこと。ソラハさんファンのみんなのこと好きじゃん。うん、パセに嫉妬せんくて重いから、一人に対して、一人一人に対して、うん、安心して、うん、マジで安心して言ってるよね、うち、うん、あのファンの人が誰々さんが最近知らんのにね。私そう会ったこともないファンの方の誰々さんが最近なんか他の子どうとかこうって、って、うん、知らないって言ってる、うん、見たこともない。お見送りとかであるかもだけど、うん、認知っていうかないよね、うん、誰やねんと。でも名前はね配信とかで見る、うん、餃子定食しか愛せない。定食略じゃない。美穂ママのファン、美穂のママのファン多そう。まずメンバーにも全員、メンバー全員ファンだもんね、うん、ソラハさんにヒットしてるって。でも最近パスのメールソラハさん出ないよ。なんで？いすぎて。いすぎてやばいもんな、うん、出番ってこと。いっぱい愛をくれる人は大丈夫です、うん、言われてません。いっぱいメール返信してる人ソラハさん好きだよ。ソラハさんメール返信してくれる人好きだね、うん、だって嬉しいもん、うん、いやしてくれない人が好きじゃ嫌いとか言ってるんじゃなくて、うん、プラスで好きってこと、うん、嬉しいってこと、うん、特別扱いとかじゃなくて、うん、入ってくれてるんだなって思うから。おお。ファンに認知してもらえば話題の上がる確率上がる、上がるけどヒットする、うん、無理だよ私。本当に無理だから。本当に無理だよ。誰もう、うん、ダメだよ。嫉妬してなんか嫉妬して怒ってもっと好きになってよとかじゃなくて、多分ソラハさんは冷たくなるタイプ、嫉妬して。だからやめた方がいいよ。なんかよくアイドルのファンの方にありしいから、なんか怒られたいからなんか他の子行っちゃうかなみたいな。ソラハ本当に無理なやつ、うん、もうそれで冷めます。冷めます。なんか距離感っていうか、うん、なんか難しくなる、うん、なんかやめた方がいいよ。ちゃんと一途でいただいてください。あの経験者が語ってる。経験者が語ってるから。俺はパセリのことしか考えてない。本当か。どこどこで本当か。ちょっとソラハのこと考えてよとか言っちゃう。キアルブタンの2期でラーメン行くって聞いた。それ絶対リンコが言ったでしょ、うん、リンコが言うわそれ。行くよ。結婚してどう思いますか。いいよ。いいの。ソラハさんバイバイ。いいの。ねえソラハさんチョコレートください。いいよ。口がもうこれこれチョコ、うん、いいよ。パセがあげたの。パセがあげたの。ソラハさんがいたから珍しいと思って。
そらは返事してないよ、2人とも。家族で終わる。ダメ、ダメ。平次はダメだよ。平次です。平次はダメ。じゃあ、新一なあ、愛ちゃん。え、これ色もなんかおい、あきさん好きだよ。え、なんでこのさランすっごいなんか乙女な顔してんだろう。めちゃめちゃバレンタインやからやろ。バレンタインやからやろ。どこ、こっち。バレンタインやからやろ。女の子こういうこと。いやー、かずはちゃんがおらへんから、それ平次とツーショット。平次がおったから選んでくれたらしい。そうだよ、平次は最後に食べるよ。うん、ちょっといいよ。はい、これちょっと気まずい。なんでこれ気まずいっけ。なんで新一にします。うわ、男を選んだ。じゃあラン、ラン、ランちゃん。リコちゃんが大好きな顔。やばい、チコちゃんもらすぎ。いや、カズハちゃんもいないね。食べましたっけ今日。とコナンくん。ソラさん、コナン、あの主人公なんで、すぐ食べた。そう、あれだってコナンくんは悪いもんって言えばいいのに、ずっと新一だよねとかって言われても違うよとかって言って、なんかじらすから、コナンくん、あれね、おかしいな、あれね。ゲンタいないですね。安室さんいるよ。え、安室さんいるよ。安室さんこそゆうかちゃんだよ。この二人がゆうかちゃんだよ。この二人が。じゃあここの角。ゆうかちゃん、ゆうかちゃんゾーン。ゆうかちゃん。食べるのむずいからね。開けるのむずい。え、ホワイトデーもあげちゃおう。私もうサラダさんに見すぎまんだから。ダメだよ。ごめん。大福とチョコ。マジでなんかね、キャラメル味のお菓子を見たら買っちゃうの。だけめっちゃもらったくない。なんかあげた。え、なんかめっちゃもらったよ。クッキーとサンドと、うんうん、なんでなんかめっちゃもらった。なんかめっちゃもらったの。なんで僕ら、よかったね。これ私のチョコなんですけどね、私がもらったやつですよ、ちなみに。あれれー、見つけた、いいなこと押してみて。かわいい、かわいい、ね、みなみさん、うん、アイドルね、わかる。チャーミングトリップってマジでアイドルだよね、うん、でもみなみさんなんか発言とかいけんねん、してる、うん。明日ですよ、発売。何？この空がトリガー。うん。でももう今日やっと声出しでかけられますね。そうだよ。マジで嬉しい。明日かけないの？うん、かけない。いや、リクエストした。どうだったっけ？台本見てないわ。ソラハさんね、毎日イコラブさんの YouTube 見てんの。ずーっと。だから私が喜ぶ、それで。そう、私も好きなんですよね。うん、入ってる気がする。おもろ。言われたことある？パシッとリセッしてファンの人に。かわいいな、逆に言ってたら。ないよ、かわいいですね。みんな言ってくれないもん、みんなね、みんなね、したくないんだ、みんな。みんなパシのこと本当好き。私なのって。誰がね、クラブさん、佐々木舞香さんです。うん、マジでずっと好き。マジで好き。あー、かわいいとか言ってるもん、YouTube で。見たらこうって怒ってる。なんか、佐々木さんって怒るんですよ。そう、耳なんか。かわいい、私たちは、え、かわいい、かわいいとか。なれーとか。そうそう、めっちゃ怒るの。写真見ながらな。
惹かれそうだから言わないだけ。言ったことない。言って、もっと好きって言ってくれなきゃ。どっちなの？どっち？これはのえみさんの煽りよ。うん、見て。はい。これは。え、そうだよ。あるじゃん。うん。プリクラとか。こんばんは。今日はコラボ配信でございます。うん、コラボ相手は見知りおきを。髪切りたい。私ボーイッシュになりたい。なんで？かっこよくなりたい。なんで？お姉さんに思われたい。だから伸ばしたい。どっちやねん。うん。日替わりがいい。で今日メールに書いた。綺麗なお姉さんになりたい。みんなのお姉さん。ボーイッシュにもなりたい。どっちかにして。もう断層はしない。あれをなんで空葉との思い出をクラルスキシに知らないよ。また新しい思い出を作ろう。めっちゃ棒読みや。この形がこう張ってるから先生はサブレミナルいい。感想 MV の感想確かあれだよが受け合ってる気がする。違うわ。目の話。そういう喋るでね。違うわ。いや、M みたいなのがあって、それで見たときに、うん、違うわ。青春サブリミナルは違う。青春サブリミナルいいよね。笑顔のレーシ。好き。っぽいらしいよ。私？そらはさんの6個上だけど、うん、6個上らしいです。だからお姉さんに思われたい。頼られたい。もっと相談とかあんましないよ。なはぶられたい。は？はぶられたいっていう。だからどういうことって。頼られたい。あ、頼られたいね。そらはさんって相談ストライクが、うん、うち、うん、私に心開いてますか。開いてないと開きまくりやん。開きすぎて逆に私が悩みの種か。何言ってんの。食べられたいに。両方に対して言えすぎて。いやね、やっぱちゃんとさ、多分あの頼られてると聞こえてないと思う。みんな頼られた。声大丈夫。あ、確かに。座っとるやつやろ。うんうん。重いらしい。ってこと何に対して重いんだろう。分かんない。食べられたいに対して。ガブ。食べってこと。パセリ食べないんですよ、ソラハさんって。ね、うん、ゾンビみたいになってた。パセリ食べない。え、いますか。冷蔵庫に入れてる。取らないで。取ってない。ダメかなと思った。ダメ。今日は何て書いてトマト、なんか糖度8はもうめっちゃ甘いらしい。ほとんどトマト買った。うん、花だる公園。そう、3月11日。ね、なんか私同期いないから。そっか、うん、いつも絶対リコーチとアネミホにいるもんね。私、うん、同期のいない公演初めてです、人生。
やばい、緊張する。楽屋は仲良くしてください。いいよ。何今のまま登場してるんだろうって。唇の色がない。なんで舐めてるの。水なあ。餃子がずっと口にいるんですよ。あんた言おうとしたやん。で塗ってたやん。どこのとこにティッシュあるの。怖い怖いって。あらかさんとって。そう、マイカはね、でも同期じゃなくてもみんな仲良し。うん、 LINE グループは昨日めっちゃ動いてた。知らん。どうしますか、なんかそういうなんか話し合いするんですよ、マイカって。みんなで決めるんですよ、そういう活動方針なんですよ。君に毎回悟り違うからね。そうだよ、ギフトありがとう。しかも3月からさ声出せるんでしょ。うん、やば、歌ってくれんの。生誕祭の時が一番気持ちいい。うん、もうずっとソラハの名前呼んでくださるから、うん、いいな、今年も一緒出たいな。でこの前も言ってくれたよね。うん、嬉しい。確かに1曲目がね毎回違うから。うん、何でしょうね。しかもうコールあるし、フラストレーションもこれあるよ。フラストレーションなんか、え、カモンカモンプチャヘンザーってさ、ファンの人が歌い出したらちょっと面白い。覚えてるのみたいな。さ、なんか48みたいな、声があった。そうだよ。うん。ねえ、アイス食べたかな、あれ食べたのに。ワッフル食べる？食べない。生地じゃん。チョコ食べる？食べた。73パーのチョコあるね。苦っ。70%か。なんで刻まれた。どこから来た 3% だった今の。なんか分かる。私もそれな。みんなというかコロナ禍になってからできた曲とかコールまだなんか、どうやったら決まるのコールって。確かに、もうみんな慣れてる人がやっぱり率先的に声出すんじゃない、うん、坂道さん、確かに坂道さんのダイブ見たことあるけど全然違うもんな、うん、じゃあ9枚目シングルのコール決めよう今から。この前サインが決めてた、なんか何かわいい、サンと千穂さんがなんか喋ってた。君が俺がみたいな言ってた。あ、君が好きだみたいなとか。君が俺が君が俺がみたいな、千穂さんとさんやってて気まずい。え、俺もじゃなくて俺がなんだ。君がのがに合わせてね。そう言ってました。好きだ。わーいもう。やだ。確かに花垂公園曲目バンチャンチャンチャン名前ぐらいじゃない、うん、言ったら。え、名前言いますか。日を沈みまたのぶ、なんで2番歌ってんの。違うから、え、もう鼻垂れは名前ないみたいな、あ、うん、言わへんみたいなかな、うん、あ、ドゥルドゥン。え、私誰ですか、この歌。ね、あかりんさん。ああ、あかりんとか、りんこー、みなみーみたいな。愛はやがて踏みにじられるサラピーもう音ハメや、音ハメになってる。ブンブン音ハメにしちゃってる私。確かに腹取り難しいか、ね、むず。火山は駅伝のいいのとこは多分いけるけど、うん、確かに。てか曲いい方がいいよね、うん、暗闇ありますか。うん、あるよ。プラン次、人間関係得意な方じゃなくて。あ、もうそのぐらいからないもんな。だと思ってた。一番初めのブロック一回もやったことないで、これだし。うん、
かな、舞浜、舞浜のライブ、あ、そうか、舞浜が最後やったか、うん、なんか舞浜で声出せたのな、うん、花誰と歌うにしてもさ、踊る見るにしても泣きそうになる、いい歌詞やない、めっちゃみんな言いますよね、うん、そう、曲調も好きやし、うん、めっちゃ泣きそう、私はね、春夏秋冬はなんか10年コンサートの時にさ、後ろがさ、見え、ちょっとさ、てんてんてんでさ、透け取ったの覚えてない、あのステージ裏から、うんうん、後ろ姿、うん、あ、なんか すごい踊りとかもなんか成長したなじゃないけどさ、なんか 親の目線になってプラス歌詞いいし、うん、で、こう歩いてさ真ん中の中央ステージに行ってさ、うん、そう、それでリッセンちゃんがやって、うん、バババババンと か、うん、なんかそういうのも見て、うん、はぁってなって泣きせちゃった、うん、うわいいなーってなった、ヘタレ、確かにヘタレもねセリフあるからね、確かにむずそう、頑張れとかね、頑張れ、あとは単日とかは戦、どうなんだろうね、シャーラーラーってみんなで歌うでもさ、またあららってとかはさいけんじゃん、ちーほちゃんみたいな、うん、確かに、ちーほちゃんとか、なんか今このやつ何もないのでさ、慣れてるから歌詞飛んじゃいそう、ヒゲソーリー、それピンコ、この前イントロクイズ知ってますか、アイムソーリーってあるじゃん、仮病中、うん、ピンコのイントロクイズ、チャン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 、ヒゲソーリーって言ったんです、ガチでそう思ってたらしいね、おかしいやろ、チャートリーがさリンゴちゃん頑張ってちゃっちゃらちゃおもろ、やったことない、あるあるよ、マイカーの4人でやったことあるよ、サングラスで実はね、うん、めっちゃ楽しかった、私本当にやりたかった人、何え、あれは入り口したことありますか、ないよ、ないけどなんかなんとなくある。会えなくなってやっと気づいた、その距離感は好きになってこと、これよく知ってても、いつだって彼女探そう、でも離れた分画面になってる、気配急に感じているよ、こうでいいにはなるよ、なんかもうさ見とったらさ覚えてくるよね、なんか、うん、ニュアンスで、だから多分なんとなく全曲踊れるんじゃない、雰囲気で、いや、あり飲んで素敵ですよね、うん、マジで尊いな、え、そう、ファンの方もなんか乗って踊ってる方とかもたまにいらっしゃるっていうか、マイカは意外といらっしゃるよ、後ろの方で踊ってる方とか、いや、マイカはね、ノリがいいわ、うん、やっぱメンバーノリいた、ファンの方も推しに似るみたいな、難しい、なんかピースのこと、あ、ね、なんか、なんか、寝るの、やめて、眠いんですか、何で見てんの怖っやば、部屋の天井の角って、違うよこのティムを見てたんだよ、うん、あ、びっくりした、なんか部屋の天井見てんのか怖っ、なんかおるんか、私のんちゃんさんほぼかぶってるけどほぼかぶってないみたいなもんだから、うん、コロナ禍とかで磯貝さんとかすぐみんないなくなった、あずささんとかもみんな、うん、サラーさんはいる、
スラハは変わった。うん、変わっちゃったの？うん、めっちゃ変わった。何が？まず第一段階喋らなかったから。マジ？マジで喋らなかった。うーん、ショーレもありがとうございます。あれ？いや、ほんまに誰？で、うん、2年ぐらい静かやったよ。うん、で、セットセブンになって喋るようになってって感じやね。いや、ほんまにほんまに。え、こうやんない MC とか、うんうんうん、だから、え、なんか分からんけど、うん、先輩になんか分からんけどもう喋られへんかったよ。だからラジオとかも、うん、あの声出さなあかんのに、うん、うんうんうんみたいな、えー、そうなんですねじゃなくて、うんうん、だからもっと声出してってラジオは見れへんから、うん、声だけやからって言われて、めっちゃ言われてたもん、うん、そう一緒だ、うん、もう私本当にもう緊張しねえ、なんかさ君が動くたびに私のさこのティッシュがさ全部出てくる。え、怖くごめんなさい、資源を無駄にしてる。地面見てる人だったん、うん、ばあちゃん、うん、え ST 入ってからもね、レッスン中も、ね、うん、私レッスン上で鏡見たら周り可愛くて自分が情けなくなって泣きそうになるからずっと地面見届ってました最初。えガチ。しかも名前順になったんですよ、うん、で池田今泉、内海、尾崎で私真ん中だったんですよ、うんうん、0番の1列目、うんうん、しんどくて、うん、もうごめんなさいと思いながら毎日レッスン行って泣いてた。レッスン終わっていつも泣いてた、でいつも愛子とかが大丈夫だよパセリって、うん、頑張ろうねって言ってくれてた。すごい成長やねそれは、うん、しかも0ポジって先生が目の前に来るじゃないですか、うんうん、だから踊ってんの見えないの。あ、何を、うん、確かにね、ソラハが一番可愛いって言ってた時は何番目？3、4番目かも。それカノンさんと対抗してた時だわ。私ソラハが一番可愛いとか言ってたのキャラ、うん、マジ迷走してるよね大丈夫そうって感じ、可愛いよ。喋るようになってから言うようになったから、うんうん、第2段階か第3段階ぐらいな気がする今何段階だん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 あ、そう、私そう初めて の、 あのスペイベでもうん、ずっと下向いてた。なんかファンの方がサプライズで誕生日祝ってくれたんですよ、うん、ありがとうございます地面見てた最悪、STU号の目の前、岸壁のとこで、うんうんうん、パセリおめでとうみたいなサプライズ出してくれありがとうございますすごいねガチガチすごいね、うん、うん、ガチ、すごいね、うん、成長だわ。2年前とかちゃんと堂々としてるよ今はステージに立った。懐かしいって。すごい。だって自分のファン一人もいなかったのそのスペイで。嘘やん。マジピンマイカーのファンだったじゃん。あ、ピンマイカーのファンの人が10人来るってやつで、うん、私のファンだけ一人もいなくて、もうそうみんな違うメンバーのファンだって。優しかった。わかる。うちもドラサイベントの時も無理だったもん。うん、なんか自分の班に全然優香ちゃんと舞ちゃんのファンの方と思って申し訳ないプラス、うん、なんかみんながおりすぎたら私平等になんかこうできんやんか、うん、なんて言うんだろう、うん、むずくっていっぱい話しかけてくださる方とか話せるけど、うん、そうなった時になんか無理すぎて、うん、もう舞ちゃんのファンの方にめっちゃ支えられたもん、うん、ソラは大丈夫だよって言ってくれて、その方々はもう3人ぐらいの方ないけどめっちゃ優しくて。ね、またやってほしい。スペイベないんですかね今回。ね、今回ね何も言われてないよね、うんうん、ないとかある？ないとかある？急にあのアルバム作りもないってこと？うん、してない。ね、何も聞いてないよ。写真提出してくださいってないもん。いつもね、うん、何枚でもいいんでめっちゃくら送るけど、ブワーって50枚ぐらい。俺がおるよ。優しい。素敵やね。優しい。キュン。確かに初回版。ミサンガ。ミサンガ懐かしすぎ。作ったわ。私もう下手くそすぎて。私も。やばかったもん。え、もうソラナはおかしかったもん。うん、ミサンガがミサンガじゃなかったもん。
ね、くじない。何をしようとしたんですか。オペだけしようとした。届かない。何もなかった。ここの空間だった。こんばんは。確かにサイン会とか。うん。あ、1年ぶりでスタッフさんも忘れたな、スペーベの存在を。確かスペーベだけ参加する人になるの。じゃあ半年に1回とかじゃん、会えるの。でも会えるのは嬉しいことか。ミサが大事に持ってる。ありがとう、嬉しい。ありがとう。と届きません。届かないの。まだまだ。え、遅いね。どういうこと。当たってないってことね。シンプルにびっくりした。最初のスペイベに対してほとんど、そう、ほとんどなんか STU のファンやめた。え、ガチピンマイカーのスペイベいた人ほぼ STU のファンじゃないもん今。え、つら。そんなことある。推しメンが卒業したとかもあるけど、ガチでなくなった。このコロナ禍とかでってこと。うん、マジか。でもそらはもそうかも。オンラインになってから怖くなった人も全然めっちゃおる。うん、悲しい。みんなが来てくれないとこっちから行けないから悲しい。そうだよ。だからさ、しかも他のアイドルさん行ったらもうどうすることもできないじゃん、うん、まだ ST のさ、うん、どこに他の推しとかやったら、あ、久しぶりですねとかってまあまあまあできるけどさ、うんうん、そんなことあるのか。瀬戸内巡り。そう、でもこの前のリリースイベント瀬戸内巡りみたいなもん。うん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 、まあ、あれだったらしいけど、扱い的には、うん、握手会じゃなくてね、喋るのもそうな気がする、うんうん、でも人内ではない。全然違います。本当にそう。本当に瀬戸内のね、お仕事のメンバーに毎回選ばれないんですよね。瀬戸チャレも全然いけない。瀬戸チャレこの前行ったわ、うん、楽しみだ、久しぶりに、うん、餃子いるぞと。水飲んでも一生餃子。歯磨く。磨く。ちょっとぐっちゅぐっちゅパぐっちゅぐっちゅパパパピプペポー。ケチュケチュピ。確かに3期みんな3期に流れる。どんぶらこ、はい、3期生に流れちゃったら、うん、まあ流れちゃったで、まあそっちで幸せならばって感じ。幸せなら OK です。うん、いいよ。でも私の頭の中ではずっと思ってるから、あ、あの人は3期に行ったんだ、うん、あの人は3期に行ったんだ、私を捨てて、私を捨ててあの女の子に行ったんだ、ずっと思ってきますから。思う。思うんだ。でも寂しいですよね、推し編って。推し編しても全然さ、ショールームとか来てもらって私はいいんだけどな。なんかみんないなくなっちゃって悲しい、うん、餃子、餃子リップや。怖いって。そんな怖がらないで大丈夫だよ、安心して。そんな怖くない、大丈夫だよ。そんなこと思ってないよ、多分。知らんけどね。思ってるんだな。思ってない。みんな愛媛のおすすめ教えてください。愛媛旅行この時期とか、うん。最初は2期に投げれないと思ってたけど今は。ねえ、そうなんだ。みんなさ、最初は行かないよ、俺は大丈夫、みんなとは違うよとか言ってさ。電話先から2人の声聞こえてくるのおもろい。あ、じゃあ2人の、え、ってこと、うちらの配信を見とる人と電話しちゃったってこと。そうなん。誰誰や。あ、また結婚してギフトが来た。早めし、誰、同じ方。あ、
してあげたら、してあげたら、こんなにソラハさん好きって言ってしてあげたららしいですらしいです。確かにゆきりかちゃんに聞いたら、まいちゃんとか、ああマイケルさんに聞いてください。私ゆきりかに聞く、うん、あ確かにいいね。ゆきりかあれ聖地巡りするドラス卵飯っていいそう。え、ああ美味しいよ。そう多分美味しい、マジで美味しい。あ広島にあるくない？ありますよね。なんか2回食べたことがあって、1回目初めて食べたのがゆきりかの手料理だったんですよなぜか。え、すごい、いいな。めっちゃ美味しくて、食べか、うん、お家で作れそう。作ってじゃん。オートミールね。オートミールはそういうのと一緒に食べるべきじゃない結婚は何でもいいと思うよだってえ本当にありがとうじゃあみんなと結婚する1日で結あの別れしていく罰罰罰なりみたいな、もう罰150何みたいな、どんどん毎日更新していくよ1年で。今日は誰々さん、今日は誰々さん、そう困ったな。多分あの世界記録取れるギネスクソって言われてるの。バツ丸丸丸。タイ飯みんなおすすめしてる。タイ飯食べたことない。タイ飯食べたことないけど、なんかまいちゃんが食べとった。うん、マイキューさんのイメージ。うん、めっちゃ食べてるイメージ。あとあれも行きたい。なんかさ駅、海が近い駅。いいね。あどうですか、結婚してきた人来ました。この方はもう一人に絞れないからあリアルなやつ来たダメですか？ダメです。それはもう浮気する人は嫌ですね。でも浮気とかじゃなくないですか、みんなに。みんなが平等に好きだもんね、うん、それはそれ。しかも単押し詐欺じゃないから、うん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 、ちゃんと言ってるしね、オープンに、うんうん、私単押し詐欺がダメだけど DJ はシダナン、シダナン、シモナダ、あシモナダえー、梅津寺駅行ってみたい。タイ何かソラハさんの唇めっちゃ開かない？リップ塗ったから。え、薄い、何かアーシャのアーシャリップって感じ。確かに新しかったのに。初訪問STU48 のシナのソラハです。19歳の兵庫県出身です。尾崎セリカです。25歳の長崎県出身です。あと半年で20歳になります。いやだ、あったな、子供でいて、あったな、やだやだ。揚げタルトって何？わお、何揚げてるの？日本から香港に帰国しました。また日本に来てね。うん、来てほしいかも。兵庫にもタイ飯があるの？うん？タコ飯じゃなくて？うん。本当だ。1万いった私。ピキャピ、すごっ、やったやった、私たちの餃子食べてる姿を見てくれた。確かにすごい餃子マン。25に見えない、よく言われます。だからお姉さんになりたいの私。どうしたらいいの？無理だよ。なんで？無理だよ。なんで？私がアイスばっか食べるから。無理だよ、君には他にもある。何言うてみ。なんかこの髪があるねなんでなんでそんなバツになってる、そういうデザインかと思った。お姫様に響けよ、勇気がないってことか。そうなの、人にはそれぞれ役割ってものが私の役割何？アイス食べる係？それも色気出してこうえ色気、こうやって髪当たったらね色気になるよ。
私ね、ヘタレのね、え、ヘタレやろ、ヘタレ、え、ヘタレみたいなやつよ、ヘタレ、うん、ヘタレの時のこれ、ココアさんはこれするから私も最近真似してこれして、なんで、アイス係、重い愛で、アイス係、いいですよ。イントネーションむずい。色気はにじみ出るもの、色気はにじみ出るものらしいです。そっか、じゃあ無理やわ。私は無理や、もうマイナスやわ。なさすぎて。どうしたらいいんだろう。でもこの服の時点でちょっと今日は色気や方向が違うって言われた。どうやったらいい、今日の色味はちょっと色気っぽい、色気っぽいって何確かにちょっと大人っぽい色。私は今日はね、お家で餃子を食べるって決めてたから、こんななんかお家感ある。でもソラナさんお仕事はいいだから。そうです、今日はねホームルームだった。まずこうやってな、変な顔する時点で色気は出ないね。うん、え、大人っぽくないですか今の角度やだ。長崎のイントネーションなの私。ショートカットどう？ロングがいいかも。ショートがいいの、うん、いいよ、じゃあショートにして。でもどうだろうね、うん、黙っていればそれなりに色っぽいかもねしかもサラハさんのけちゃんとさ、サラハさんのファンの方がやったのがおもろい。そうなんよありがとうございます。ちょっと黙ってみます、公演とか、うん、前髪なんかそう、前髪今日ね、前なんか伸ばし気味だから切ってくれるの。メンバーで一番色気があるのは誰？ミチさん、うん、アイコ年相応って感じ、うん、色気だった、うん、色気あった私、うん、なんだろう。お、公式インスタストーリーのそらはちゃん、今日スタッフさんになんか撮られました。うん、なんか今日ね、あの放課後ホームルームエアポッツしたの私、うん、で初めてね、エアポッツが、うん、エアポッツエアポッツってなんかテンション上がってる動画撮られてたうんって書いてるやつ、子供や撮られてました。子供や。バカ、ミュートなってた、してないのに当たってた。テスラハはどんどん綺麗になる、嬉しい、綺麗になろうと思って頑張ってる、うん、好きになってほしいからね、みんなに。もうみんながスラハから離れないぐらいのね重っ重っ。音声切れてたの気づかなかった、一生懸命喋ってた、うん、なんで続き、いつぶりだろうねコラボ配信。うん、サラハさんはもう全然コラボ配信してくれない。違うよ違うよ、ん、違うよ。何、別にソラはしていいよ何、私が断ってるみたいな。何
んばんは。確かに歌声とか、確かに色気って言ってもね、歌声とかも色気、池田とかね、確かにお姉さん結婚してって言われました。どうしたらいいですか。この方は結構ソラハのファンの方。一途一途ではないかもしれんけど、じゃあダメですダメです。でもほんまに一番ソラハのことを見てくれてると言っても過言ではない。じゃあ明日担当で明日でやばいやばい、明日ソラハ恋ラジがあるよ。全然一緒におれんけど大丈夫明日で。あとはらしいです。明日の人ねさっきの方は明後日で。なんでさっきの人の方が先だったよ。じゃあもうすでに2人いたよ。じゃあ来週でらしいです。確かに何か落ち着いてる人って大人っぽいかも。ちょっとなんか動きがゆっくりな人、葵さんとか、なんかそういう、もう落ち着きがある人。確かに私はだから無理だ。そらくねくねしないでくださいえ違う、こういうゆっくりこれ電話親に紹介できる、親に紹介できますか、このファンの方。できるよ、ソラハ全員できる。いい人ばかり。うん、いいね。この方は一途。一途、一途ではあるけど全然来てくれない言われてますよ。全然来てくれない。じゃあ来週の火曜日で。いいの、結婚していいの。日替わりでしょ。でも一緒に入れないよ、もう。なんで私もう別に私投げてないしあ、一回投げてきてやん何も反応せんかったけどさ投げた。私投げられました、びっくりしたちゃんと課金したの。なんでチャリーンって聞こえたって言ってたもん、うん、そうだ、1万人が見てるんだくねくね、やだ、うん、ごめんなさい。この方は一途。一途だと思ってたけど違かった。えっていうのを最近知って悲しかった。うーん、違ったの、偽りの素顔だったの。いや、空がちゃんとね、多分見れてなかったのか、うん、隠してたのか、うん、ダメだよ、ダメだよ、もう結婚して。空さんは一途な人にしか任せられないから本当にやめくね。でみんな投げてくるけどもう答えれないお、どんどん来る。え、わかんない、この方トーマさん、多分お話しからそんな来た、え、めっちゃ来たことある方なのかな、そのえ、どんな方だろう。ねえ、ダメだよ、アサリーさんじゃん。絶対にダメじゃん、怒られちゃうよ私が。うどんよりラーメンだよって言えますか。どうですか、この方は。ダメです、マイケルさんです。この方はいつも怒られてる、サラハさんに。そうだよ、パセリンとか来て怒られてる、めっちゃ怒ってるよ、うん、また怒られたって言ってる。うせやん、さっきも行ってきてまたパセリンとか行ってるって怒られたって言って。ダメです。みんなはどう、パセリルームのみんなはどう。石津といえばワイ、絶対違う超おもろい、パセリにも来てるの。ほんとだ、みんなみんな一途じゃない人ばかり、タッチ、うん、タッチばかり今日日本語おかしいな私。狭い世界って言った方のように世界狭いはてな、はてにゃ。え、まだ、わあ、こんな時間。そうだよ、意外と2時間と思って、そらさっきとか早っ、終わる半まで進む、うん、サンズだって川やん、サンズの川、うん、ほぼ一途、ほぼあ、ダメですよ、仕事優先ね。あ、そうなの、仕事優先、それは大事だけどね。ほぼニズあ、仕事とパサン、僕は DD です。あ、まあでもそうやって言ってくれるとね、うん、逆にいじるよ、いじるよ、私めっちゃいじっちゃう。 DD 良い、パセリ単押しは無理ですよ、ねえ、そんなストレートに
間違いない。マイカに地図あり。嬉しい。ありだよ。みんなからみんなから愛をもらいますよ。うん。みんなもそう言ったらいいんですよ。あの偽らないで。うん、たまに DD。たまに。どういう時なんやろ逆に。そのたまにがさ。え、怒られたいタイプ。そういうこと。うん。4月から1図、ね、切ない切ない。そんな4月から1図とか切ないから、卒業してしまうじゃない。こんばんは。3年前めちゃ前や。おめちゃ前。何、あ、くそだ。ソラハが一番なんです。ソラハさん、ソラハさんも好きになった。マイカの見送りとか結構押しかぶりの方多いから。確かに大変。そら嫉妬するよ。お見送りでもあっていう。定期的に DD。 おもろすぎる。魔が差して DD。 魔が差すな。怖い怖い。なんかやだよやだよ。オーディションの時に DD、 あー分かる。誰がどういう子か分かんないの。うちのおしめは嫉妬しなさそう。あー、しなさそう。うん、確かに。マイカーが一番多く参加してる。え、マイカーだけじゃなかったんですか。逆にもう口がちょっとギョーザ無理。歯磨いてくる。さやがこの今の間持たせとくよ。大丈夫。あと10分じゃん。 ST のメンバーの名前を全員言えんくらい一途。それは一途すぎ、ガチで本当に一途。素敵やね。一途。誰を好きでいたらいいか分かんなくなってきた。はーい、立候補しますって落語でずっと言ってた。ぜひ推しメンしてください。新規さん募集中で立候補します。本命が決まってないです。だってソラハさん、うん、本命が決まってないそうです。絶対ならない。なんで。はぁ、あ、二人を押した行こうしていいですか。いいよして。ゆうとありがとう。結婚してから10個も来た。いいよ。ソラさんがいいよって。いや違うよ。パちゃんどうぞ。パちゃんお断りだもん。なんで。やったん。気になってるやって。ほんとか。それぞれの木に1人。うん、セーフだと思う。セーフも何もないよ。みんな好きに押したら多分私たち違うタイプだから、うん、私は別に寂しいけどそういう仕方ないことと思ってるから、うん、帰ってきてくれたらいいよって。パセリにも平等に愛をくれたらいいよっていうタイプ。ソラハさんは無理なタイプ、うん、無理なタイプ言わんけどね。うん、一匹でいいよとかって言うけど本当は空派のね、ちゃんと心情を分かってください。見抜いてください。うん、めんどくさい女です。私みんなはついてこれるのか。うんうん、お話ししたい。みんなと明後日楽しみ。
うん。何？おろい。あるもん。あるもん。みんな2人押したらいいじゃん。パセちゃんのルーム、ソラフさんのルームの人、ソラフさん単押しだよ。パセのルームの人2人押したらいいじゃん。でもパのファンの方にも容赦ないかも。初めはなんか申し訳ないって言ってんのに、どんどん喋りにつれてその人の良さが知っていって、うん、ねえ私のルームって言っちゃうかも。最悪嫌な女人のさ男とか取るタイプの女の発言じゃないですか。そんな嫌だ。最初はなんか最初はめっちゃ申し訳ないよ、うんうん、ごめんなさいってなんかね、うん、そうやって推しメンが言ったからですよねって、ごめんね、うん、ありがとうって言っとるけど、途中からその人と話すにつれて楽しくなって、うん、もうその人がいなくてはもうソラハに一途になってほしくなりすぎて、うん、もうパセリのとこ行かなくていいよってソラハのとこだけに来てってお願いっていうクソ最悪やだ。いないよそんなこと、うん、嘘だってね。いますよね。でもこういう人絶対リアルになんとかちゃんの相談乗るよとか。あー、うん、おるな。おるおるおる。少女漫画であるよ。確かに、うん、相談乗るからねって言って付き合うタイプ。しないよそんなこと。パセのファンの方はソラハ推し、ソラハを推しめにする方で方ではないと思う。いやでもみんな性格的にソラハさんのメール取ってるよ結構。怖っ。えじゃあ最近送ってないのバレた、うん、配信も結構見てるしパセのファンの方。じゃあ最近話してないのバレた。うん。ドロドロした恋愛好きなようち。うーん、ギルティーとかめっちゃ好きだった。何それ。ドラマ。どんな。めっちゃなんかもうくたたすぎてもう言葉にできんぐらいハマってた。ねえ。なんか一緒に映画見に行きたいんですけど、なんかおすすめありませんか。ね。なんか趣味が違うもんね。それは恋愛だもん。刑事ドラマ好き。男女用も。いいよ。空は終わるけど。何時まで配信していいよ。31分。いいよ。13位マーブルさん、12位セイちゃん、11位アツキさん、10位スーさん、9位カイタさん、8位カマちゃんさん、7位プチさん、6位ヨシヒロさん、5位ミロさん、4位ヨウさん、3位ヤスベイさん、2位天然ウナギさん、そして1位はイキャスさん。ありがとうございます。みんなメールの返信とか待ってます。コイラジ聞いてください。明日の17時5分から。これほんまに聞いてた方がいい。マジでコイラジ聞いた方がいい。ソラハさんファンは絶対聞いて、明日の恋ラジ聞いてください。お願いします。聞く方法教えてあげて。ラジルラジルラジル星ラジルラジル星ラジルです、うん、ラジルラジル、うん、来て。変な顔して。はい、言わへん。じゃあ空は終わるね。ありがとうございました。空も配信終わります。ちょっと歯磨きたい。空も分かる。ではマイジャーポー、またね。またね。あ、ブログ書かなあかん。うん、ブログ書いて。バイバイ。じゃあブログ書くまで配信しとく。アイスミチュー。何歯磨きたいです。歯マジで餃子なの。口がチョコ食べても餃子。歯磨こう。あ、ちゃうわ。何洗う皿。申し訳ない。そら違う。食器洗いしてて。それは君みたいに残しとけないんです。私はすぐ洗わないとダメです。私だって今日だけです。今日の。いや、いつも言ってる時今日の分です。いつも言ってる時なんかあ、ごめんなさい、あれやってなかったです、なんか家にある。だって皿洗おうと思ったらもう出る時間なんだもん。
でもそんな汚くないじゃん、いっぱいない、まあね、1日分とかだ、5ぐらい、うん、違う、皿洗いしてるみんな、ソラハさん皿洗ってるわ。でもソラハに着いたら大体こうや、なんかソラハが もてなしたい人やから優しい。うわ、じゃあおしゃべりして。優しい。パーカー。これはジェラートピケ。やった。そう、私が洗わなきゃなのに、私がいつも何かしようとするとカーテンを開けたり閉めたりしようとしても言いますよね、いつも私ん家だからって言いません？何？カーテンとか開けるときも。カーテン開けるとき？配信とかでなんか暗くなってきたねみたいな。なんか何でも動きたいんか。いや、それはハンチだからって言われるから、そう言われたら何もなんか勝手に触るわけにもいかないし何も言えない。優しい。うちの嫁はできた嫁やって言われてますよ。ソラハさんのファンの方ができた嫁って言ってる。結婚してた。あ、そっか、結婚したのか。え、ラップまだですか？ラップですか？新曲の？ないよ。新曲9枚目聞いたでしょ？ラップじゃなかったでしょ？グリーンフラッシュじゃなかったでしょ？リップ薄いわ今日。そうなんだよね、お姉ちゃんなのマジで。いつもお姉ちゃんで、いつもあの何でもお世話してもらってます。優しいです。何でもしてない。嘘、メンタルケア、メンタルケアできてるか。うん、されてます。すくすく育ってるよ。ラップないよ新曲。君とそう、もうダンスをこの前の PR 舞台のリリーベでダンス初めて披露したから、配信でももう踊っていいん多分。ブツブツ治りました。やっぱニキビじゃなかったの、あの湿疹だった。治った。だから今日皮膚科行こうと思ったけど治った。そうなの。2番のサビの2番のサビ、あああれね、これね、そう、MV 早く見たいですよね。いつ公開なんだろうね。わかんない、わからん。そろそろかな、でも発売がそろそろだからもうすぐじゃないかな。多分化粧水が合わなかったんだと思う。リリーベの余韻がすごいね。私もソラハさんのファンの方は絶対明日の声ラジ聞いてください。歯磨きしてる。テロップを変えた、また。あ、そうだね、チェキもまだ届かないもんね。シングルの発売と一緒か、楽しみだね。睡眠しっかりとる、マジで今日いっぱい寝た。だね、あのね、寝て起きてメール送って寝て起きてメール送ってってして送りました。今日変なさ、あのなんか今日のパセリのメールなんか急にいろいろな話題来たでしょ。まあ、いつもそうだけど、今日は倉敷で見つけた。あのスヌーピー送ったよね、スヌーピー。スヌーピー、何が、メール、あーなんか綺麗な子か。んそうだよ、柄に送ったって。
星野テロップ今ね、ソロハさんが歯磨きしてます。やめて、合わせへん。確かに、え、ソロハさん、お正月の福袋ってそろそろですよね。んお正月の福袋、あ、こうかな、下旬、え、下旬だね、下旬だって。いらんけど、グッズ担当じゃない。喋りかけたかった。はい、ソロハさん。うがいしようとしてるから邪魔したくなった。ね、奥さんゆかりかとご飯行ったね。私もこの前行きましたよ。美味しかったです。みんなに言ってないけど行ったよ。呼ぶしていいですよ。次来たら呼んでみるね。ちょっと、あ、そらさんうがいしてますに帰るか。え、ソロハーってなるんですか。分かった、呼んでみるね。それの正月グッズ、私おじいちゃんのためにさ、おじいちゃんの入院のお見舞いに買ったのにあげれなかった。ええ、あげれなかったので、あの仏壇に飾ってもらいます。呼んでみる。読んだことあるよ。ちょっと頑張るね。来ない。メンバー先にもらえない。買いました、自分で2個買った。私実家用とおじいちゃん用に福袋セット1個結構しますよね。1万何円とかする。2個買った。ソラハ普通だった。ソラハ普通でした。うん、普通でした。セリカって呼ぼうとしたらパチャンって呼んでって言われた。うん、なんかさらかさんはなんかブログとかでもセリカ漢字、そうだよ、漢字でセリカ書くから。私人の名前なんかひらがなでね、でもしたら、うん、だからパちゃん、ば普通だ、ばちゃん、最近ばあちゃんって呼んでくるんですよ。ばあちゃん、自分のことばあちゃんって言うもん。体力がばあちゃんってよく言うから、うん、ばあちゃん、最近ばあちゃん呼びされる。ばあちゃんってニックネーム増えすぎてる。ばあちゃん、パーコとかさらにパーコ、パちゃん、パ、うん、確かに言われてるイメージある。ソラハさんはばあちゃん。45まで、いや何時までいいよ。12時いいよ。それはさすがに1000円。ソラハもうそれはじゃあテロップをソラハさんお風呂入ってます。ここ映る、いや映るやん。空の湯パチュ。え、アイコはこの前パーコ行ったの。珍しい。パセリって言わしか言わないじゃん。パーコ、ここはソファーだよ、これベッドじゃないよ。ソファーだよ。二人で入れば絶対嫌です。ソロはいいよ。嫌だ、マジで無理。私本当に嫌です。なんで。絶対に嫌だ、ずっと断ってる。大浴場とかも絶対行かないって。本当にマジで無理だもん。そんな人様にお見せできるようなものでは本当に無理です。でずっと昨日も言ったショールーム。そうだよ、リンコとは違うんだから。別にさ、そんなさ関係なくね。マジでいや、PR 舞台の楽屋を見てみてください。マジでやばいんですって。 PR 舞台の着替えはみんなで一人のあれをああだこうだ言い合うんです。私だったらもうどっか行ける、ドアバターンとかで死にガチで本当にもうすごいから無理。 PR 舞台とは無理だし、みんなとも嫌です。そう、会社会だから。ソラハさんよく可愛いって。誰？
った嬉しい。今日のコーディネート紹介してください。いやだ。バセはおうち配信だからおうちの服、おうちの服、部屋着です。ですダボ。ふわさんのポイントはこの冬の寒い日には絶対向いていないスカートです。そうです。あとお姉さん、今日はノアピットホームルームだったからお姉さんの服です。こちらです。パセルの家に呼ばんの来ますよね。自分があんまり行きたくないのか。だって寒いんだもん。パセの家ね、寒いの。そら無理。でも昨日シャツ言いますよ。なんか仕事の合間とかに来たり、仕事に行く直前に来て寝落ちしないためみたいな感じでいる。フード、そう、これめっちゃいいの。こんばんは。そこね、ポケットポネットって言ってポケットある。便利だよ。使わないけど。うちの子かわいすぎんって言ってるよ。誰？バレちゃった。お留守番はしたことないね。忘れ押しになります。なってください。なってけろ。なって。あと2分や。何時まででもいいよ。嘘やん。じゃブログ書いたら言ってください。ブログ書くまで言っとく。そらはさんブログ書いてる今。パセリパパ推しになります。ひゃー、やばいよね、喋りすぎ。なんか私配信をさスマホでしてるからあれなんですよ。通知が全部来るのね、ここ上に。犬、あ、気になる。なんだ、更新。いや、うちが更新する。マネージャーさん、マネージャーさん資材でアップされます。お写真を加工していきます。あ、それが終わったらちゃんと寝る。マジで部屋に早起きしたよ今日ね。しましたね。止まったこと言ってないの。更新。シンブルクブログ書いてるやつをね、ずっと何回も書いたり消したりしたらもう何に書きたいか分かんなくなって諦めた。また違うの書きたいのがありすぎて困ってます。リレーバーありがとうも書きたい。でもその前の何か選抜発表とか書いた、それは書いたけど、書いたよね。でもありすぎてもうまとまらない。頭がもう、どこですか？お母ちゃんが嫌いなやつ。ああ、これ。お母ちゃんが香り臭いって。これなんか紅茶？うん？なんかね、ミルキーって書いてたけどね。濃厚なんかなと思って、うるうるになるんだと思って買ったのに、お母ちゃんが臭いって。なんか紅茶っぽかったんですよ。最悪じゃん。私めっちゃさ、寝る前は絶対さ、うるうるにうるうるにしとかないといけないのに。うん、臭い。もう使えんやん。なんで臭くない。ふたどこ行った。なんでそこにゃん。すみません。はい、おーい、帰ろ。バイバイ。帰るぞ。本当に帰っちゃう。帰る。
りますよ。本当に帰っちゃうの？当たり前じゃん。靴下忘れないでねって言われた。持って帰りまし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 た。これバーンって。やってあげましたよ、ちゃんと。あさってお話し会楽しみ。サイン書く。みんなサイン書くから。今日書こう、私。書くから待っててギャン。え、何これ、これ何ですか、こっち。何どう違う、え、多分プラスじゃない、あ、プラス、あ、よろしくお願いいたします。皆さん。サイン会、これは絵柄、絵柄だから。前回と一緒。そうなの。4月？違う、3月から B。3月が B 絵柄になります。どんな写真かはまだわかりません。でも今回は A です。よろしく。配信しながら書けばよかった。よろしく、よろしく、わっしょい。じゃあバイバイしようかな。手を使わずに早食べ選手権ね、あれさ恥ずかしい、見ました、これ見た？何のやつ？ツイッターに上がってんの。何の？何をしたの？早飛び？リップの、リップやだ。最低。何選手権で？早飛び。早飛び？うん。あ。そう、臭いって言われる。リップがなんか紅茶みたいな。慣れて。無理。なんで？最悪。終わろ。あんまり言わん、うん、これは取りました。そう、私は餃子だから取りました。私じゃあこれ塗ります。ガチすぎる。ワセリン、ワセリン、初めて見たこの業者みたいなやつ。口用に買ったけどでかすぎてちょっと使うの嫌になって、うん、初めねなんか違う容器に入れとったよ。ボコボコ穴開いてるよ。いつまでこれ。12月まで持つ。でかっ。これ塗ります。わかりました。うん、塗ってください。あ、一緒だって。え、一緒？やった病院とかにあるやつないんですかそれ。だってさ、もう私本当にね口がうるうるしてないと無理なんだって、うん、いつも塗ってますよね。ショールーム言ってません？なんかいつも塗ってるって。本当にうるうるしてじゃあまた誕生日あげますね。これ、え、まだポッチャにもらったやつ使ってないよ。何？あの最新のもらったやつ、クリスマスプレゼント。あげた？アディクション？うん。使ってないよ。うん。こんばんは。でかい？嘘やん。ちっちゃいね。ちっちゃいね。パーン。でかいね、このフード、かわいい。フードでかいのいい。今度貸しましょうか。うん、いらない。あ、先輩みたいに仕上がって、肘置き。なんか、行動がうるさいです。ね、無言でもうるさい。行動がうるさい。じゃあどうしたらいい？どうしたらいい？じっとしてて、私も悪いけん。you
これ唇塗って大丈夫なやつって言われてますよ。大丈夫です。ガチ？え、本当だよ。でも私それでこれで冬過ごしたんだから。大丈夫だよ。次の人お、2月23日、ちょっとお話、サインの3点セット。わあ、花丸。大丈夫だよ、ワセリン。ありがとうね、いつも。てか、ワセリンもらったんよ。うん、あの病院で、うん、肌が、口が荒れた時に、うん。で、それでワセリン買ったから大丈夫ね。大丈夫だね。ソラハも人形みたいにしそうとか。え、かわいすぎ、かわいすぎ。え、皆さん、スクショタイム。ティムと手つないで。私も。人形会いたい。でも手つないで。おもろ。ほんま終わって早く。あんた終わります。意味わからんので終わらさんで。あ、靴下って言われた。靴下。ぽーちゃん。ぽーちゃん。こっちか。え、別に。顔の向きがこっちだった。うん。それはこれパーちゃんからもらったやつ。ベージュ。うん。じゃあ終わろ。いきます。早く言ってよ。何やってくれるんですか？ずてて。じゃあ行きますよ。13位クワドリさん。12位コカジオさん。11位サガさん。10位ジンライさん。9位シーサイドマルさん、8位帽子さん、7位ジョナラゴさん、6位右飛びぽさん、5位しんちゃんさん、4位コロコロさん、3位よしひろさん、2位ふくちゃん、1位やすめさん。ありがとうございます。元気だ、うん、じゃあ終わります。ありがとう。明日みんな、ソラハさんのファンのみんな、明日は声ラジ絶対聞くんだよ。よろしくお願いします。仕事の仕事があって思っても聞くんだよ。聞いて損はないよ。うんね、得しかない。うん、聞いてね絶対。じゃあ歯磨きます。うん、バイバーイ。